さて、そろそろペトボン交換しないと、もうガスもゼロ。あれ、ちょ待って、なんかペットボトルちっちゃくない？うわ、ちょ何これ何これ、うーわ何これ、うーわ何これ、ぐちゃぐちゃ、やば、え、やば。はいどうも、ビバです。冒頭のクソ雑魚演技は置いといて、ペトボンが大変なことになりました。我が家ではウィルキンソンの1リットルペットボトルを使ってるんですけど、こっちがなんとか原型とどめてますね。こっち側大変なことになってます。学生さんのデッサンの授業に使えそうなペットボトルのぐちゃぐちゃ具合、いやーすごいな。何ヶ月放置してこうなったんだっけ。あ、一応ここにラベルが貼ってある。2020年10月9日、1年間放置されてた。こんなんなるまで放置してる方がすごいですね。今回は一応交換しようと思ってこのペトボン確認したらこんなことになってたんですけど、これは大変だね。普通ここまで放置する人はいないと思うので、めったにこんなことにはならないと思うんですけど、これどこを外せばこっちのボトル復活するかな。中が今気圧が低くなってんのかな。とりあえずチューブを外せば復活はしそうなんですけど、勝手はこっち開けちゃうか。これ開ければ、おお、来た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 、もう形が戻んない。今中に空気入ったんで、こっちはなんとか戻りましたね。こっちがなんとか戻したいな。とりあえず中身捨ててきますか。ちょっと捨ててきます。さて、これを押せば戻るのか。あ、来た来た来た。あ、なんとか。うわ、ベコベコだ。よし。ちょっと癖はついてるけど戻りましたね。これで使えそう。こっちも捨ててきます。よし、これでまた使えそうですね。いや、ちょっとペトボンの思わぬ弱点が見えましたね。ぶっちゃけ1年も放置する人はいないと思うので、普通に使う分には弱点ではないんですけど、放置しすぎるとベコベコになっちゃいますね。これを考えるとシルボンの堅牢さというのは素晴らしいなと思います。いい加減もう一個シルボン欲しいな。ペットボトルもコスパがめちゃめちゃいいので使えるっちゃ使えるんですけどね。ちなみにこのペットボトルのペトボンはボトルアクアの CO2 添加に使っていました。こんな感じで小さめのセットを作って、これで添加していました。低流動スピコン使ってるので、4リットルのボトルアクアでも10秒1滴とか、もっとゆっくりめの添加もできるので結構ね重宝します。ちなみに1年前に使用開始したので、外してから多分半年以上経ってますね。一応カウンターの水は残ってますね。どうしよう、ペトボンもう一回使うかな。では久しぶりにペットボトル式の化学式 CO2 のセッティングをしていきます。用意するものはクエン酸、重曹、炭酸飲料のペットボトル2本、化学式 CO2 のキット、低流量スピコン、逆流防止弁、バブルカウンター、CO2 ディフューザー、これに水道水が必要です。あった方がいいものとしては、スケール、はかりですね。100均のロート。これだけあれば、化学式 CO2 始めることができます。詳しいセッティングについては過去に動画アップしてますので、下の動画概要欄からご覧ください。化学式 CO2 ではクエン酸と重曹を使います。クエン酸と重曹は1対1で混ぜるのが基本なんですが、一番効率よく CO2 を発生させるには、クエン酸1に対して重曹 1.3 が理想だそうです。今回は 120g 入りのクエン酸を用意しているので、重曹は 120×1.3、156g、約 150g が適正量となります。このあたり測っていくので、キッチンスケール、活躍します。じゃあ、入れていきましょう。まず、クエン酸120。これは全部入れて大丈夫。測る必要もないですね。あ、なむ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 。そして、こちらのボトル B に、あ、さっきのボトル A です。こちらのボトル B に重曹を 150g。あ、ちょっと待ってよ。ロート乗っけたら増えちゃう。これでゼロにして、重曹がね、なかなかさらりと落ちてくれないので、ちょっと少しずつ
なんか爪楊枝とか竹ひごがあると便利です。なかなかね落ちてくんないんだ。これが今130、150、はい、156。続いてボトル A とボトル B に水を入れていきます。ボトル A、 クエン酸のボトルには 120ml、 そして重曹のボトルには 360ml。 合ってるか逆じゃないか、ちょっと調べよう。間違った間違った。ボトル A が120に対して360、クエン酸の3倍の水を入れる。重曹のボトル B にはクエン酸150に対して同量の水でいいのかな、 150ml。 オーバーしちゃった。よし、これで OK ですね。そしてそれぞれのボトルを激しく振ってクエン酸とか重曹をなるべく溶かします。蓋をしてこれを振る。シェイク、めっちゃ振る。すると一発で溶けましたね。こっちのね重曹がね溶けないんだ。溶けないことで有名な重曹なんだ。まあこの時全部溶けなくてもいいのでなるべく振っていきましょう。はい、牛乳の出来上がり。これでクエン酸溶液と重曹の溶液完成しました。今回はクエン酸と重曹を1対 1.3 で作っています。それでは化学式 CO2 のキットをセットしていきます。ボトル A がこちらのメーターのついてる方ですね。あ、そうそう、これ閉じるときにこっちのキャップもそうなんですけど、キャップの裏側にパッキンがついています。ゴムパッキンがついてるのでそれが外れてないかチェックしましょう。このパッキンが外れていると CO2 漏れ放題です。あとチェックするとこはこの各チューブがつながってるこれですね。これもちゃんと閉まってるかチェックしましょう。ボトル B から伸びてる耐圧チューブ、これに先ほどの低流量スピコンセット、これをつなぎます。本当はこことスピコンの間に電磁弁がつきます。ちょっと我が家では電磁弁が今在庫がないのでこのままつないじゃいます。電磁弁による管理はできなくなるんですけど、そんなに大量に添加するわけではないし、夜間はエアレーションとかしちゃえば CO2 は24時間添加でも大丈夫です。ただ過剰な CO2 添加で生態とかの影響不安な方は必ず電磁弁をつなぎましょう。さあではこれからこっちのペットボトルをギュッと押してこっちのクエン酸溶液をこっちに送り反応が始まるわけなんですけど、その際にスピコン、これ最初は開けててもいいんですけど、開けっぱなしだとガンガン反応が進んでいくので反応始まったらすぐこれ閉じれるようにしておきましょう。最初から閉じてても問題はないです。ペットボトルすごい押しづらいですけど、これをよいしょ閉じておきます。よし、では久しぶりのペトボンいきます。おりゃよー、もうパンパン、もうパンパン、もうちょっといってるね、いってるね。ほらシュワシュワしてる、ちょっと見づらいけど、これで反応が進んでいくとこちらのメーターがどんどん上がって、多分最初はね緑のゾーン超えちゃうと思うんですよね。まあ超える分には問題ないです。一応簡易的な安全弁がついてる商品なのでそこから圧は逃げるはず。もうワンプッシュいけるかな。おりゃもうやばいやばい、貧弱だ。まあこんだけ圧が出てれば問題なく点火はできますね。とりあえずこの辺で勘弁しておきますか。そうそう、皆さん気になるこの磁石と中のボールの位置、どうすればいいか分かんないっていう人多いと思うんですけど、簡単に使いたい場合は夜は水面に上げておく、これ水面ですね、水面に上げておく。で朝起きて会社行くぞとか学校行くぞっていう時に水面から1センチ、 0.5 センチくらいのところまで沈めておく。このボールの穴が水面から1センチとか5ミリとかそのぐらいの位置に置いとけば比較的安全かと思います。安全じゃない時あるのかって聞かれそうなんですけど、たまにこれ過剰に反応しちゃって CO2 がめちゃめちゃ発生して水槽に大量添加されちゃうっていうことがあるんですよね。そういう事故起きる時ってこのボールががっつり沈んじゃってる時、深くに沈んでるとこの溶液がこの沈んでる位置までこれが全部こっちに移動しちゃうことになるので、そういった事故を防ぐために5ミリとか1センチくらいの浅い位置に沈めておいて、夜寝るときはこれを完全に水面に出しちゃう、こういった使い方が比較的安全かなと思います。こういうのめんどくさいっていう方は素直にシルボン使いましょう。
さあ、今スピコンは完全に閉じてるのでカウンターも動いてません。これをちょっと開放していきますか。ちょっと今画面外でこのスピコンを開いていってます。出るかな。おお、いった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 、出ましたね。低流量スピコンは10秒一滴とか調整できるので小型の水槽でも使いやすいです。とはいえ皆さんスピコンは低流量使ってる方多いと思うので、60センチ水槽とかでも低流量スピコンの方が圧倒的に使いやすいです。よし、じゃあこれで水槽にセットしていきましょう。今回はこちらの60センチロータイプ水槽、こちらにつけていきたいと思います。ニューラージパールグラスが若干しょげてるので CO2 添加で元気になってくれれば嬉しいな。ちょうどここ空いてるのでここにセットしましょう。電磁弁なしの運用はセッティング場所が自由なんですよね。電源取る必要がないのでどこでも設置できます。とはいえ電磁弁は絶対使った方が便利なので普通は電磁弁併用しましょう。よし、これをこんな感じでここにセットします。あとはスピコンを調節して2秒1滴くらい、1、2、3、よし、こんな感じで OK ですね。 CO2 の方も若干変なとこから泡出てるけどまあ大して影響はないでしょう。圧力の方はグリーンゾーン入ってますね。これで問題なく運用できそうです。いや、それにしてもペットボトルがあんなベコベコになるとは思わなかったですね。ペットボトル式の化学式 CO2、 思わぬ弱点がありましたね。ペットボトル式は化学式 CO2 始めるのにはとてもハードルが低いです。価格も安いし、ボンベも炭酸飲料のペットボトル、とても簡単に始めることができます。もし水草育成されたい方はこのペットボトルボンベから始めて、ステップアップしたい方はこちらのシルボン使ってみるのがいいと思います。ステップアップといってもペットボトル式もシルバーボンベ式も CO2 添加するっていう役割は変わらないので、どちらから始めても問題はないと思います。別にシルボン使ったからって高純度な CO2 が発生するわけでもないし、見た目はとてもおしゃれなんですけど値段が高いっていうメリットデメリットありますので、そこはお好みに応じて選ぶと良いかと思います。というわけで今回はペットボトル式ボンベベコベコになってたっていう話でした。当チャンネルでは化学式 CO2 についての動画いくつかアップしてますので、気になる方は動画概要欄からご覧ください。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。